さあ皆さんやってきました。今日はちょっと父の日ということで、ぜひ僕の尊敬するお父ちゃんにお醤油をねプレゼントしたいなと思って、今日はここじゃじゃん、小山醸造さんのところに足を運ばさせてもらいました。イエイ。本当にね、美味しいお醤油が、あるということで、父の日にね、いいプレゼントしたいなと思って、ちょっと今日はお邪魔させてもらいます。それじゃあ皆さん、早速行ってみますか。レッツゴー、醤油。醤油。今日は、お醤油をね、いろいろと、こう、紹介させてもらいたいなと思ってます。小山醸造さんの小山さんに、今日はいろいろとお話を聞きたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にもうチャランポランな番組なんで、本当にもう、はい、よろしくお願いします。香りがもうね、香りがすごいですね。すごい。ちなみにこれちょっと中のぞかありますか。これのぞかさせてもらっていいんですか。はい、どうぞ。いいんですか。今はい、結構入ってますけど、これ乗った瞬間、はい、これ崩れ落ちるとか、はい、小山さん、ないですよね。今日ドッキリないっすよ。ドッキリないよね。すーごっ。なんか想像とはちょっと、あ、一緒に撮ってもらってもらえます。はい、いや、すごい、はい、もみさん、うん、てか、めちゃくちゃいい香り、本当に。中はこんな感じになってますね。皆さんにこれ匂い伝わるかな、伝えたいな、この匂いを。どうぞ。これでいいです、はい、うん、めっちゃ緊張する、はい、舐めようと思ったらこれにガツンって当たって、もうひどい。それは嘘やん。美味しい、美味しいってちょっとベタな言葉しか。これが濃い口っていう、黒いタレって言って、ブラックラーメンとか、うん、はい、ナンクッキーで、これがまたね、ちょっと、はい、いいです、はい、はい、あ、なんかちょっとこっちの方が甘い、まろやかな感じしました、うん、だからこの樽一個ずつ全然違う醤油が入ってるんですよ。なるほどね、美味しい。父の日で、はい、僕のお父さんにちょっとお醤油をプレゼントしたいなと思って、でどれがなんかもういろいろこうね、味も確認させてもらったんですけど、全然僕一人じゃ選べないんで、ちょっと小山社長のアドバイスをいただきながらちょっと選びたいなと思うんですけど、うん、刺身も大好きで、うん、あとはからしれんこんとかで醤油つけたりもして食べるんで、そういう馬刺しとか刺身とか、そういうのになんかおすすめの醤油ってあります？おすすめやったらこの二度熟成っていうね。二度熟成、なるほど。二回工程をした先ほど見てください、二度熟成、匠、うん、これがお刺身にバッチリ合うと思います。これをね、お父さんにプレゼントさせてもらおうかな。お父さん野菜とかも用件取らなあかんと思うんですよ、うん、そしたらやっぱりこのスズキのドレッシング、なるほどね、はい、もう醤油からのドレッシング、うん、小山社長何でもやられるんですね、うん、すごい。ドレッシングもプレゼントしよう。ちょっとスズキのドレッシングですね。これは今コラボされて作られたんですね。そうです、はい。これ玉ねぎの、うん、これはすぐきと、すぐきと醤油を入れてます。すぐきって小山社長、はい、どういったあれなんですか。お野菜ね、なるんです。すぐ、いえ、お漬物です。あ、お漬物、葉っぱのとこは緑で、白い株みたいな感じ。ちょっとおとんにね、プレゼント、この二度熟成のね、匠をプレゼントしたいなと思います。やだ、小山ちゃん、ありがとうございます。小山ちゃん、今小山ちゃんって言いませんでした。やばい、感じかしで、大変失礼なことを。すいません、本当に。うちのね、父親はお酒がめちゃくちゃ好きなの。もう、うん、
もうお酒が大好き。で、うちの母ちゃんのことも大好き。ここは伏見ですね。そう、伏見。はい。伏見といえば、ここですよ、皆さん。月のかつら。ほー。皆さんご存知かな？本当にね、京都も昔から伏見区にある由緒正しい、お酒の醸造元の月のかつらさんに今日はお邪魔して、ちょっといろんなこうお酒のノウハウを学びながら、僕の森脇の父親にどんなお酒をプレゼントしたらいいか、ちょっといろいろ社長さんにねお話を聞きながらプレゼントをね考えたいなと思ってます。増田社長の方に、酒蔵でいいんですか？もうちょっといろいろね、すごいですね、こんなとこなかなか入れないですよ。いや入れない、すいません、よろしくお願いします。もうよくいらっしゃいます。すいません、もう本当邪魔だったら森脇ちょっと帰ってくれってなんか本当にね光栄です。凛とした空気なんでね、そうこんなガサツなね、この森脇がここにお邪魔していいのか、全然凛とした人じゃないのですよね、社長のオーラ見てよ、もう全然このポンチン感とは違う。社長サンガで試合出てますか？いや出てないですか？そんな酒造り歌ってのがあって、歌を歌いながら混ぜてたんですよ。10回混ぜて言ったら10回1回くらいでええねんけども、それ途中で話しかけられたら、なんかやったし、うん、なんかとか、いろんな場所が、ね、場面場面によって歌が違うんですよ、うん、それを一回歌うと何か入れたかってことになって、なるほどね。もう先だから歌うのいませんけど、ちょっと、うん、歌おう、うん、歌っても、うん、京都さんがつってじゃあ今日は中身はあの山田錦っていう、はあ、兵庫県のお米なんですが、うん、まあ酒造前では、まあ、最高って言われてますけども、それをね、精米して 35% までこうちっちゃく 65% 以下で捨ててまあこんなちょっと時期のこうちょっとこんなようなことしてますけど、これ今中入ってますですよね、全部入ってます1200本近くあるんですけど、ここと奥の蔵と、はい、で一番古いのがそのだいたい56年ものまでのストックを持っています。すごい、すごくなる。そんな先までビジネスできます？できません。今週何あげるって YouTube やってるよね。どうするっつって。56年。56年先のビジネスしてるんよ。社長ちなみに創業。あ、創業は1675年。江戸の四代将軍の頃です。家康の頃にこの場所で創業ですね。1600ですよ何してました、その時。その時は多分ね、天空にいたかな。でこれ50年前の大昔の濁り酒、へえ、分かんないようになってます。68回だろうと。ホントだ、発売当初の濁り酒、ええ、本当に一番最初の。で今の濁り酒はこんな風に変わりました。うわすごい。わあ。このマークちょっと入って。まだまだ進化途中なんで、これからなんですけど、まあ、さっき言ってたみたいにちょっとね下沈んでますね。本当だ本当だ。もちろんそうです。はい。これを開けますよ。はい、いいですか、はい、いいんです。おお、本当だ。え、森さんすごい、見えましたか？見えました。もうちょっと開けますよ。おお、これでもう生で菌が来た状態なんで、あの蓋切るだけでその下から上がってしまうんですけど、あとはちょっとお次いたしましょうか。はい、すいません、ちょっと入れていきます。しばしば感が出てきてるね。すごい、見て凌介輝いてるね、お酒が、ね、もういただきます。そんな難しいこと考えずに、うん、もう本当にお
美味しい美味しいじゃん。すごいいい匂い。めっちゃ本当に飲みやすい。え、なんかこのちょっとシュワが効いて、うん、があるので、はい、まだ瓶内の中で発酵した状態で瓶詰めになってるので、いやこれ意外とね、あの中華料理とかね、油切れが結構いいので、西洋料理なんかにも結構合います。これ食にも合うんですけどね。これちょっと森脇の脳みそじゃ皆さんにこれどうやって伝えたらいいんだろう。どうですか、うん、健三に合います。健三には間違いなく父親大好きやわ。これいけます。これいける。意外と口当たりがええので、知らんうちに結構な量を、ね、結構飲んでしまいそうな感じです。まろやかでひっくり返ったりね。ああ、これ意外とね、頭は冷めてるんやけど、この口当たり結構いいので結構な量飲んでしまうので、ビールで、割るんですよ。これビールで割るんですか。割るんです。64ぐらいで。それビール入れたらどんな感じなんですか。もっとこうマイルド感が少し出てね、こういうビールも苦さがマスキングされて、でこれ自体もその濁りのなんか甘さみたいなので、だから日本酒を飲めない、ビールも飲めない人はそれなら飲めるなみたいな。なるほど、ね、そんな面白いものがあったりね。でも日本酒ってね、まあ、ワインやとほら最初シャンパン飲んで白ワイン飲んで赤ワイン飲んでっていうのがあるんですけど、日本酒の場合は意外と一種類で最初から最後までもう温度差を変えて、途中で缶つけたり、まあまあもちろんグラスを変えたりね、いろんな形ちょっとこう開いた大きな平杯で飲んだりっていうだけでも随分変わるんで、これは酔っ払う。これもいいですか。ちょっと酔っ払ってきませんか、ね。社長、本当にこれ、はい、俺もう選べないです、これどれを。健三父ちゃん父親に全部本当に買いたいぐらいなんですけど、これ今日詰めたばっかの、今日詰めたばっかで、今日詰めたばっかっすよ。例えばね、ああ、ここにこう濁りとこんなのとかしゃったりするとか、ああ、いやどうしよう、めっちゃ日本はどう思ってんの。一切出てない。今日って思ってんの。これは一個。これじゃあ、これヒデさん、ヒデさんは飲んでないですか。ヒデさん飲んでない、ね。ヒデさん飲んでない。さん飲んでないお酒を。ってことです。でもね、今日初めての匂いです。そうですよね。これね、父親にプレゼントじゃなくて自分にプレゼントそうやね、奥さんとも飲みたいで、これ自分で飲みたいって言ったら、父親、僕子供見とくんで。うん。うん、見といてくれるの。見ます、はい、決めました。森脇、この柳さん、はい、柳さんを父親にプレゼント。そしてこの濁り、はい、濁り酒のこっちもちょっと父親にプレゼントしたいですね、はい、このちょっと森脇決めましたよ。決めました。この2本を、はい、あの父の日として父親にプレゼントしたいなと。多分おとんめちゃ飲むんやろうな。そうやね、本当にこれ味わって飲んでよ。お父ちゃんこれ飲みながら、これ飲みながら刺身でね、刺身で、あの醤油につけて刺身をいただいて、うん、で京都産が FC の試合ですよ。46来てね、46番来て、46番来てくれないよ、うちのおとんは。送っとくわ。多分相当酔っ払うよ。リョータ何してんのやと。リョータあいつ今日も試合出てねえな。 YouTube 見るか。YouTube 見ようかね。多分なると何しとんにゃあいつはつってなるね絶対。ちょっとね本当に、このお酒でね、健康維持してもらいたいなと思います。健康維持でいいよね。俺の尊敬するおとんへ、毎日健やかに楽しく過ごしてるかな。 Enjoy life。 今日は父の日、イエスカモン。おとんに感謝する日だね。笑顔。Thank you おとん。今日だけはお酒2杯まで OK。笑い。でもちゃんとおかんの許可をもらってね。笑い。これからも健康第一に、おかんを大切に、楽しい時間をおかんと過ごしてね。Enjoy time! おかーん First! おとんの息子、りょうたより、ファーザー、ファーザー、
Father's Day。